どうも、みつでございます。今回は、登録販売者試験第3章丸34、婦人薬、漢方見分け方、過去問実演、ということについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、まあ、こういうふうに資格の合格講座とか、社会問題とか、まあ、いろんなことを話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに、わかりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まあ、あとは動画が役立ったとか、興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあ話していくんですけど、まあ、今回の動画はですね、ちょっと違った試みで、最初にですね、ちょっとどんな感じで過去問がね、出ているのかっていうのをちょっと話をしていって、やり方をね、ちょっと変えるっていうわけじゃないんですけども、ですね、婦人薬の漢方についてっていうのがですね、この、肝臓をね、含むかどうかと。まあ、こういう問題が結構出てたりするわけですよ。まあ、例えばね、これとか、令和元年のね、令和元年度の東京とか、あとこれですね、平成30年度の福岡。要するに、この中の、どれが、肝臓含んでないんだと。他は全部含んでるぞとかですね。まあこういう問題が出てたりとか。まああと肝臓ではないんですけども、こういうふうにね、その漢方の名前が出てて、そのね、女性に対して使うことが、適してるね、漢方はこの中のどれだとか、割とその、なんていうのかな、大枠のぐるーってした部分をね、聞くっていう問題も結構出てるんで、まあかといえばですね、こういうふうに、いち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 細かく聞いてくる、まあすごいね、ねちっこい嫌な問題もあるわけですよ。だからまあ、こっちの方をね、一生懸命手当てするっていう、まあこれももちろんこれから解説はしていくんですけども、これをね、体力中等度以上、云々かんぬんとか全部覚えるっていうのはちょっと大変なんで、まずですね、こっちの大枠の方に、対応できるような、ちょっとね、説明というか、ちょっとそれをしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。それでですね、この、なんていうのかな、その、婦人薬のね、漢方としては、9個出てきますと。で、その中にですね、まあこれね、ちょっと数字は振ってないんですけども、まあこの、運慶湯とかね、運生湯とか、なんか似てますよね。ただ、ちょっとね、見にくいかもしれないですけども、運慶湯の下にね、肝臓を含むって書いてあるんで、これは運慶湯は肝臓っていう生薬を含みますと。運生湯は書いてないんで含みませんと。まあいう感じでちょっと見ていってほしいんですけども、だから神ね、逍遙散は入ってるとか。まあこんな感じでですね、五尺散に関してはですね、肝臓と、麻黄も入ってる。一応ね、これの覚え方というか、ちょっと覚えやすいフレーズで、五甘便ね、ここの五で。五甘便、寝が王ですね。麻黄の王。五甘便、寝が王ということでですね、このね、肝臓と麻黄が入ってるよと。まあ、五っていうのとちょっとかけてるんですけども、まあ、このね、肝臓を含んでる生薬っていうのの覚え方も、ちょっと早い段階でね、ちょっと出していきますので、まあ、あと、これも、肝臓を含みますと。下津湯は含まない。まあ、あとはですね、当確鍾馗湯ですね。なんかその桃の角って入ってるやつですね。まあ、これは、肝臓と、あと大王を含むとか。なんか、だから、このね、桃の角で、まあ、ちょっと桃太郎みたいなのをちょっとイメージしてもらって、桃太郎がですね、その悪いね、大王、大魔王を倒すみたいなイメージでもいいかもしれないですね。ここに関しては。まあ、あとはですね、当帰芍薬散。これは、肝臓とか大王とか入ってないよ、ということでですね。早速ですね、この今紹介した9個の中で、そのね、肝臓を含んでいるものの覚え方なんですけども、女性のね、要するに、まあ女性、婦人薬の、女性の経済を、温めるね。要するに、経済を温めるですね。ことを、加味し、硝酸しと。まあ、ここで加味硝酸ですね。加味硝酸し、5倍ですね。要するに、5の積ですね。
要するに5、積って掛け算なんで、5倍も最高の環境を整えて、ですね、これが、最古環境ですね、これが、最古環境と最古環境、最高の環境を整えてくれる、桃太郎、まあ、桃の核でちょっと桃太郎なんですけども、桃太郎みたいな人に感動した、感動したっていうことですね。ちょっとこういうストーリーを覚えてもらって、女性のね、経済を温めることを加味称賛し、5倍も、最高のね環境を整えてくれる、桃太郎みたいな人に、感動した、感動したということでですね、ちょっと覚えていただくと、じゃあね、これがちょっと出てきたら、まあなんとなくイメージでもね、じゃあこれはどうなるかっていうと、この中でですね、肝臓含んでないのってどれだか分かりますかね。これ平成30年度の福岡なんですけども、これなんか5倍の席とか経済を温めるとか、上司ね、上司称賛しとか、あと桃の核で桃太郎とか、なんかこの1から5ってなんか出たイメージあるじゃないですか、これ外すと。でも下津島って出てないですよね。だからこれはね、肝臓含んでないのは下津島っていうことで、これ答え出るわけですよ。それでまあこれでちょっとね、問題一つ片付いたって感じなんですけども、じゃあね、これ、まあ、肝臓含む肝臓含むってなってますけども、これ軽視伏量癌とか陶器芍薬酸ってこれに出てましたかね、さっきのやつに。これに出てないですよね。だから結局ですね、これは×ってなるわけです。だからこいつはね、一つ覚えてることによって、さっきの問題とね、この問題でその肝臓含む含まないっていうものが、解けちゃったりするのでですね、意外と分かりやすいです。これはですね、令和元年の東京の問題なんで、一応ね、気になる方もいると思うんで、ちょっとね、写しておきますけども、これはね、A と B 両方とも丸っていうことなんですね。ちょっとまあ、停止画面とかでちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、だから、丸丸バツバツで、これはですね、1番が正しいっていうことになるんですけども、さっきのと含めてね、肝臓系の問題が、これで片付いてしまうね、というような感じなんですけども、じゃあですね、まああとですね、さっきちょっと見せたこういう問題ってあるじゃないですか。そのね、婦人病の、漢方に使うね、のはこの中でどれだという問題ってあるじゃないですか。で、結構そのこの問題を解くときにですね、その僕がね、ちょっとポイントになるというか、まあ僕はまあ、生薬と漢方だったら、まあ、漢方の方がウェイトは低めだし、まあ、あとね、第5章の相談することとかしてはいけないことっていうのも、まあ、僕がね、その2章とか3章の話をした時に、その都度見てくださいっていうことで言ってるので、その時にですね、ページを振っていただくと、多少はね、覚えてるかと思うので、そこもですね、ちょっとウェイトは低めでいいと思うんですけども、このね、漢方をちょっと考えるときに、さっきのね、肝臓の部分と、あとですね、これどれが女性の漢方だっていう問題ですけども、例えて言うならですね、そのね、 HKT48 とか乃木坂46ってあるじゃないですか。その中にですね、じゃあ乃木坂の中にね、橋本環奈ちゃんとか新垣結衣ちゃんは入ってますかみたいな、これ入ってないですよね。だから、まあ、あとね、その、なんだ、HKT48 に入ってますかとか。だから、この女性のね、漢方っていうくくりで覚えて、ちょっとね、ある程度その、なんていうのかな、ちょっと勉強軽くね、僕の動画とかで、していただくと、なんとなくですね、これ出てたよなって。だから、これがね、要するになんか指原莉乃だなとかね。まあなんかそういうようなイメージでも、その問題をね、解けるか解けないかっていう問題なんですけども、いや、指原莉乃は、
あれは、AKB 関係だったなとか、まあ、そういうね部分っていうのもあるんで、まあ、これはね、あの3番が正解なんですけども、ちょっとそういう、ね、なんていうのかな、ちょっと裏技的なやり方もちょっとありなのかなというふうに思いますね。ちょっと水飲みますね。それでですね、ちょっと戻っていくと、このね、厚生労働省のマニュアルでは、さっき言ったものがね、肝臓を含むっていうことで書いてあるんで、僕の方でね、ちょっと考えてみたので、よかったら使ってみてください。まあ、あとね、咳止めとか痰を出しやすくする薬、肝臓は、ここにね、詳しく書かれているので、僕のね、動画とかもちょっと見てもらえるといいかなと思うんですけども、まあ、あとですね、まあ、感冒なんで風邪ですね。感冒に用いられる場合の、五石さんでいいんですよね。ごめんなさい。五尺さんですね。五尺さんとか、頭角小気筒ですね。頭角小気筒。まあ、これを除いてですね、いずれも、要するにだから残りの7個ですね。いずれも比較的長期間服用されることがあり、まあ、その注意点に関してはね、先に出てくる漢方を見てくださいっていうふうに書いてあるんですけども、まあ、だからですね、まあ、その ×5 とか桃太郎とかね、その5倍のね、普通の人の5倍すごい桃太郎を除いては、比較的長い期間、1ヶ月ぐらいね、飲むっていうことがあるよと。あの5倍もすごいね、桃太郎はちょっとエネルギーが有り余ってるから、ちょっとね1ヶ月も飲むっていうことはなかなかないねと、まあ、そういう覚え方もちょっとありなのかなと、まあ、あまりねここはちょっと出ないのかなとは思うんですけども、そういうのもちょっとありなのかなというふうには思いますね。それで、まあ、一個一個ですね、ちょっとポイントのところをね、軽く見ていきますと、まあ、頭角上気筒はですね、今から出てくるね、9つの中で唯一体力中等度以上と、まあ、ここがねちょっとポイントになってくるわけですよ。だから、まあ、桃太郎なんでね、その真ん中よりは強いよねと、まあ、そういうイメージで、ちょっとねこの体力中等度以上っていうところをちょっと覚えていただいて、あとはですね、この中の部分っていうのは非常に似通ってですね、9個もあるんで、なかなかその覚えにくいわけですよ、その違いとかを。まあ、あとはその体の虚弱な人とかね、まあ、そういう人は、ちょっと不向きだねと。まあ、あと最初の方で見ましたけども、このね頭角小気筒ですかね、頭角小気筒は、大王を含むと。だから、桃の角のね、桃太郎が、大王を倒すイメージということで、あとですね、肝臓も含んでいますので、そこもですね、ちょっとチェックしておいてください。まあ、あとね、その大王を含む医薬品についてはですね、妊婦さんとか、妊娠していると思われる女性、あとはね、授乳している女性は、注意しなきゃいけないということで、腸の薬でもね、触れてますし、あと第5章ですかね、相談することとかしてはいけないこととか、そちらにも書いてたかと思いますので、そちらもですね、ちょっとチェックしておいてください。あと2がですね、軽視伏量眼ですね。まあ、これはなかなかね、あのこれだっていう覚え方はなかなか言えないんで、ちょっともうね青ペンで書いちゃってますけども、軽視伏量眼なんでね、がんってあの銃ですよね、ドーンっていう。だからまあね、軽視ってこれ刑事さんの、あの上ですかね、上の方です、少しあの偉くなると軽視とかになりますよね。それで軽視ですね。あと伏量だから、なんか警視さんがね、ちょっと滑覆のいい警視さんが、まあなんか銃持ってるみたいな、まあなんかそういうイメージでですね、まあだから比較的体力があると。まあこの辺がポイントになるんですね。他の部分はですね、なかなかちょっと難しいと。まああとは、稀に重篤な副作用として、肝機能障害を生じることが知られていますと。ただですね、ここも9個あるんで、なかなかね、ちょっと見分けが難しいっていうのもあるんで、まあ、一応ですね、ちょっとこの細かいところもある程度読んでは欲しいんですけども、まあ、比較的体力があるというところとですね、まあ、ある程度ちょっと記憶できれば、稀に重篤な副作用として、
肝機能障害を生じることが知られているということでいいのかなというふうに思いますね。で、脂質糖なんですけど、3番目が。で、これは、登録販売者の試験でうんぬんっていうことではないんですけども、まあ、4って入ってるんで、このね、滋養芍薬鮮球陶器、まあ、こういう生薬がまず入ってますと。それでですね、その、女性に対して処方する、漢方としてはですね、非常になんていうのかな、有名な漢方なんだそうです。だから、まあ、脂質糖はね、その女性にこう処方する漢方としては非常にこうね、基本的なものだっていうのをちょっと頭に置いていただくと、まあ、体力虚弱で、冷え性で、皮膚が乾燥、色つやの悪い体質だからですね、これいかにもなんか私困ってますみたいななんかイメージですよね。だから、まあ、脂質糖っていうのは、そのね、もうコテコテの漢方を求めている方が必要とするものだということでですね、ちょっと頑張ってね、覚えていただくと。まあ、あとね、こういう方はちょっと不向きだよということですね。でですね、五尺さんは、ポイントとしてはですね、またはって入ってるんですよ。9個の中でこのね、またはって入ってるのって他にないんですよ。まあ、だけどここもね、覚えられれば覚えてほしいんですけども、まあ、ここにね、またはって入ってるのがちょっと癖があるねということなんで、あとですね、ごめんなさい、ちょっと戻ってですね、こっちをちょっと一回やってきますね。ちょっとね、今回違うやり方でやろうと思ってたんで、ですね、これ問題なんですけども、脂質糖は、体力虚弱で冷え性で、皮膚が乾燥、色つやの悪い体質で、胃腸障害のないものの、月経不順云々かんぬんっていうことなんですけども、これはもうコテコテで丸ですよね。だからこれはちょっとね、平成29年度の宮城県の問題なんですけども、ちょっとね、今回は問題が多いんで、その都度ちょっと出していくんですけども、まあ、これは丸ということですね。ちょっとね、また別のものが来たらですね、ちょっとやりますけども、あとですね、軽視伏量眼ですね。これもちょっとやっちゃいますね。ごめんなさい。ちょっと前後して申し訳ないんですけど。でですね、これに関しては、比較的体力があり、時にうんぬんかんぬんということで、まあ、警視さんがね、ブクッとした警視さんが銃を持っているということで、比較的体力があるというイメージでしたよね。ここでしたよね。だから、これも丸と。あとね、この5とか8の時もちょっと見ていくんですけども、ちょっとね、忘れないようにちょっと頑張ってちょっと気をつけてやっていくんですけども、ただ、この中の部分をね、比較的体力がある以降の部分、これをちょっとね、どっちがどっちだとかって覚えるのってなかなか大変だと思うんで、まあそのね、重篤な副作用とかですね、そういうところは多少違いはあるんですけども、まあちょっと難しいと。まあここはね、脂質糖のここはコテコテの、漢方が向く女性と。まあここは、警視さんがね、滑覆のいい警視さんが銃持ってる。まあだから体力あるみたいなイメージですね。じゃあちょっと進みますね。それでですね、ごめんなさい。脂質糖までやったので、五尺さんですね。で、またはが入って、まあ、あとですね、発汗傾向の著しい人では、ちょっと向いてないねと。まあ、そういうことなんですね。で、これはね、いつもだと覚え方って書いてあるんですけども、まあ、覚え方ってね、書くほどのものじゃないんでですね、まあ、5なんで、ごめん、また汗かく人は無理だわと。毎回毎回ね、その汗かくと、なんかね、そう、会うたんびに汗だくできてね、話してても汗がダラダラ出ちゃうと。まあいいんですよ、それいいこと、基本的にいいことだと思いますし、まあ、僕もね、汗かきなんで、これで自分がダメって言われちゃうと困るんですけども、まあだからですね、覚え方として、まあ5でね、ごめんと。で、また汗かく人は無理だわと、不適だわと
いうようなイメージですね。それで、これはですね、構成生薬として、魔王を含むと。これもね、覚え方をちょっと最初の方に出してましたので、ちょっと復習しておいてください。で、次がですね、陶器芍薬散ですね。これやったらちょっとまた問題を見ていきますんで、忘れないようにね。これは、体力虚弱で、冷え性で、貧血の傾向があり、疲労しやすいということでですね、なかなかね、これはちょっと特別こうだっていうものがないんですけども、まあだからね、冬季だから、まあ冬だからちょっと疲れてるみたいな、まあそういうイメージですかね。だからですね、これだとちょっとまあ若干ちょっとね、文脈が違いますよね。これは体力虚弱ってなってるんですけども、まあここはね、その体力中等度ってなってるんで、またはね、やや虚弱というふうに書いてあるんで、ですね、このまたはが入ってるのは、五尺さんでしたよね。だからここがね、またはの五尺さんが分かれば、陶器芍薬散もね、ちょっとなんていうのかな、ここがなかなかね、あまり区別がつかなくても、当てやすいという部分なんで、ここはね、こっちですね、五尺さんなんで、このね、最初の部分がちょっと違うっていうことで、これはちょっとね、×っていうことですね。これはこれですね。あとね、最後というか最後の方の8番でまた見ていくんですけども、なかなかね、やっぱちょっと見分けがね、つきにくいっていうのが結構あるんですよ。あとはですね、運慶糖ですね。これは、まあ、体力中等度以下っていうところも覚えてほしいんですけども、唇が乾くと、まあ、このフレーズがちょっと他にないんですよ。だからですね、よいしょ、これね、リップサービスの恩恵を受けたと、まあ、運慶恩恵ですね、リップサービス、要するにね、あなたはすごいですねと、めちゃくちゃごま吸って、なんかそれで出世したとかね、なんかお金もらったとか、まあ、そういうようなね、唇が乾くと、まあ、リップサービスとね、ちょっと 口が滑る、唇がみたいなのを、ちょっとリップってこう唇に塗りますよね、カサカサの時とか、まあ、そんな感じでちょっとどうでしょうかというような感じですね。あとはですね、運勢院ですね、ごめんなさい、いがちょっと多いですね、運勢院ですね。それで、これなんですけども、一応ね、体力中等度で、皮膚はカサカサして、色ツヤが悪く、まあのぼせると、まあここをねちょっと注目して、運勢は普通だと、まあ中等度以上でね。ただですね、ちょっと占いに来た女性の方が、まあ、運勢は普通なんだけど、あなたちょっとね、肌カサカサしてるねと。それで色恋についてはね、ちょっと悪いよと、なんかね、その男に騙されるね、なんかそういう手相が出てるよみたいな、なんかそういうイメージですね。で悪くて、でもイケメンなんでね、ちょっとのぼせ上がっちゃうから、注意してねと、まあ、そういうね、運勢と占い師さんにね、ちょっと占ってもらったと。あんたね、運勢は普通だけど、お肌カサカサしてるし、いまいちね、色恋は悪いよと。でその男にね、騙されてのぼせ上がっちゃうから、注意した方がいいよというようなイメージですね。なかなかね、ちょっときついんですけどね、作るのも。まあね、まれに重篤な副作用っていうことなんで、まあね、その男に騙されてね、その肝臓やられないようにね、そのなんだ、男に騙される運勢だからね、騙されちゃって、その焼け酒飲んでね、肝臓をやられないようにと、まあ、そういう覚え方も、いいのかなというふうに思いますね。それで、ね、試験でもこっちでも出てる、こっちの方やっていくんですけども、これはですね、神松陽さんですね。でまずは、体力中等度以下で、
のぼせ感があり、肩が凝り疲れやすいと、まあ、この辺がポイントなんですけどもね、まあ、覚え方としては、神商用さんなんでね、称賛されてる、神ですね。だからね、まあ、僕なんかもそうですけど、大した人間じゃないのにね、わあ皆さんすごいすごい、あすごいですねと崇められてるね、神様に会ったと、お会いしたと、それでわーって舞い上がっちゃってね、疲れちゃったというようなイメージですね。だから体力中等度以下、大した人間じゃないのにですね、神称賛されてる、神様に会って舞い上がっちゃってね、でやっぱ緊張して、肩が凝って、疲れちゃったというようなイメージですね。それでですね、これは称賛されている神にあったんでですね、ちょっとね肝臓がやられちゃうっていう可能性もありますし、こういうね、腸間膜静脈硬化症と、なんかですね血液のその石灰化が起こると、でなんか血流が滞っちゃうっていう病気のようなんですけども、まあね称賛されてる、神に会うというなかなかないようなね、ことなので、こういうね、ちょっと珍しい重篤な副作用が、起きるということで、ちょっと覚えてみてください。それじゃあちょっと問題をやっていきますと、よいしょですね、神商用さんは体力中等度以上ってこれなってますよね。要するに神ね、称賛されてるような神様に会ったと、どんな人が会ったかっていうと、大した人間じゃない人が会ったから、要するに疲れちゃったわけですよね、舞い上がっちゃって。これは体力中等度以上ってなってるんで、体力中等度以下が大した人間じゃないっていうことなんで、これは×っていうことですね。だから×○○×っていうことですね。5番が正解ということですね。これは、平成29年度の宮城県なんで、あとですね、宮城県の場合だとホームページにですね、結構過去問が分かりやすくずらーっとなってますんで、平成20年度からかな、載ってるのが。関西とかだとですね、途中からその、なんていうのかな、試験の運営主体がね、主体が、関西広域連合とかってこう変わってるんで、なかなかですね、過去問を探すのがちょっと難しかったりするんで、あと載ってないところもあるようなんですよ。だからですね、いや、東北北海道は問題簡単だろうっていう人もいるかもしれないですけども、1ページにねこうずらーって書いてあると参考にもなりますし、たくさん問題をやってね、もうやる問題がないっていう人はちょっとトライしてみるのもいいのかなというふうに思いますね。じゃあ最後ちょっとやっていきますね。ですね、最後は、サイコケイシ環境等と、まあ、これはですね、体力中等度以下で、冷え症貧血気味と、まあ、これはですね、なんかそのなんていうのかな、ダメなね、自分に、最高のね、最高環境等なんでね、最高の環境を整えてくれたっていうことをイメージするといいのかなと、最高環境、最高の環境ね、ダメな自分に最高の環境を整えてくれたと、体力もね中等度以下だし、冷え性だし、貧血でフラフラするけど、そんなね、自分にこんなね最高の環境を整えてくれたということで、例えばね、体力中等度以上とか、まあ、そういうことがね、あとはそのまたはとか入ってた場合は違うというような感じですね。まあ、今回はですね、まあ、あとごめんなさい、稀に重篤な副作用として、間質性肺炎、肝機能障害を生じることが知られると、まあ、なかなかねちょっとここまでってなるとすごい難しいとは思うんですけども、まあ、一応ねここの部分をちょっとイメージしてくれれば、ある程度なんとなくは解けるかな、解ける可能性が高まるかなというふうには思いますね。まあ、今回はこんな感じでね、ちょっとわちゃわちゃして申し訳なかったんですけども、
いろんな形でですね、ちょっと参考になるね、情報を出せたかなと思いますので、ただですね、漢方はちょっとウェイトは低めということで、生薬とかね、別の部分でお薬の成分とかね、あとはその2章とか4章とかね、5章の部分でも相談することとかしてはいけないこと以外の部分ですね、そういうところで得点源のね部分を覚えれば、点数になりやすい部分を、どんどんやっていただければいいのかなというふうに思いますね。今回はね、ちょっと初めての試みで、わちゃわちゃしましたけども、最後までありがとうございました。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。